朝食配信よね。アリの朝食配信だよ。はーい。朝食。コメントちゃんが来てる。お、マサさん、おはよう。おはよう、マサさん。朝食。配信。オッケー。よし。こんばんは、早いです、今日は。フェザースターさん、おはよう。おはよう。よう、うん、ユーチョケマン。ユーチョケマンさん、おはよう。ユーチョケマンです。ありがとう。おはよう。ギゴロさん、フクさん。お、オグリユイおしさんかな。おはよう。イェイ。キズナックさん、アグネスちゃん。おはよう。アグ、アリぽよ。アグぽよ。ユキ、おはよう。いっぱい来たぞ。いっぱい来た。スパさん、シュウさん、おはよう。ブルト、おはよう。マッサー、イッちゃんもおはよう。おはよう。じゃん。あ、かっこいいね。ありがとうございます。今日はポリスアリサでございます。どうでしょうか。ポリス。ポリスアリサ。アリの配信。イエーイ。今日は今日も集合時間が早いので。6時からやります。1時間アリの朝食配信を6時から6時半がアリちゃんで、6時半から7時がのんさんです。イエーイ、ね、あれ朝食配信やります。早いって、みんな起きれたかな。アリサさんもね、めちゃくちゃ昨日アリのんだ広島からオッハーだって。おはー、レイチェルさん、おはー。幕張り着きました。30分くらいしか見れ、あ、マスター30分、あ、30分ノンさんので30分やります。次トゲついてるやん、これ刺しちゃうぞ。ヘビメタン、ベビメタン。わかんない、わかんない感じがちょっと何感じがしないかわかんない。おはよう。あ、部屋割りありのなの、せーの、正解。正解だね。打ち合わせね。打ち合わせしなかったね。裏説明。ありの、そうなんですよ。部屋2人部屋でした。あと2人部屋で、ありの2人部屋でした。ねえ。これで3回連続。そう。同じ部屋。この今回はありので4泊を過ごしたいと思います。朝から癒される。ありがとうございます。ありがとうございます。起きたばっかりだよ。キンコちゃんだ、おはよう。サッチンもおはよう。二人部屋なんですよ。そう、イエーイ。会いに行くぜ。お、サッチン、アリノに会いに行くぜ。ありがとう。何笑ってんだっけ。ちょっとね、あの絵を見ながらこうやるっていうのちょっと恥ずかしい。ダメだぞ、言っちゃダメだぞ。お、新谷さん、はい、何ですか。うちのアリさん、よろしくね。誰だピクシーさん、のんちゃん、かぶりそう。おじぱんちゃんです。今はずっと部屋割りありのね。うん、ドジッコのんちゃんで。なんかドジッコのんちゃんってイメージついてますけど、ドジッコのんちゃん。あ、でもそれもそうか、風呂でこけたもんね。そうだよ、風呂でドカーンって音がしたら、こけちゃいました。どうしたのって言ったら、こけた。面白すぎて、こけちゃったんですよ。お、誕生日祝ってください。お、まな、まなみさん、いっせーので、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、まなみさん、バナッピー、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。おめでとう。かわいすぎやん。ありがとうございます。昨日もね、ゆいもが誕生日ということで、0時ぴったりにお部屋突入。イエーイ、イエーイ。ハッピーバースデーソング歌ったよ。なんちゃん、宿題終わった。終わってた。でものぞがめっちゃ多かったよね、昨日。うん、めっちゃ量が半端ねえぞ。やばかったよね。全然違った量が。そうよ。似てるね、やったね。うん、イエーイ。重ねて。ではこれを作る。よし、そうだね。朝食配信。説明するとですね、7
6時から6時半までアリちゃんの携帯でこちらのアリちゃんセレクト、ふわふわ卵のスープ、ふわの卵のスープ、液体スープ付きですね。これは春雨が入っているのでしょうか。わかんない、入ってないね、多分入ってないな。これをエイトしよう、これを食べたいと思います。まあいいや、6時半からはのんちゃんセレクトの、そう、のんちゃんセレクトお楽しみ、朝ごはんを食べます。うん、今日12時で起きてて大丈夫、子供なのに。起きちゃったな、普通に遊んじゃった。昨日はいっぱい、結構遅くまで起きてました。握手会楽しんでるように、ありがとうございます。じゃあ食べますか。うん、これじゃあアリさんが調理したいと思います。調理調理、じゃあコメントのとこ、はじめまして、これが最強のコンビかな、ヌンヌンさん、はじめまして、ヌンヌンさん。アリノスケドジッコのんちゃん、朝から初見。ヨキジさん、ドジッコのんちゃん、アリノさん、おはようございます。おはよう、今日は早いね、ミキリーさん、アリノさん、こんちゃん、アリノンや、アリノンです、同い年です。アリちゃん握手会場ピンポン、今日はボリスアリさんがやってきます、みんな会いに来てね、イエーイ。こんちゃんは秘密。まずはわぁ、2個しか入ってない。本当に足りるの、これが具ですね、液体スープだ。大丈夫、作れる、だって。簡単だわ。アリちゃんおはよう、小次郎さん、あ、小次郎さん、おはようございます。もう東京ですか。もう東京です。皆さん気づいているでしょうか、後ろにしれっとしれっと気づくとは思って言わなかったんですけど、ここまで遅いとはね。この子がねしれっといます。エプロンしなくて大丈夫、エプロンね、ノンさんにいるって何回も怒ったんだけどね。いらない。いるの、逆にエプロン。わかんない。あれな、うん、なんか問題あったの？配信できてないって聞いたけど、できてるよ。みんなおじぱん、お、ニックが気づいてるぞ。で、液体スープ入れるぞ。液体スープ投入。じゃあスプーン食べよう。じゃーん、お、美味しそうだぞ。双子で配信見てるよ、だって。あ、ありがとう。ラーメン？違う、卵のデビルランの衣装、ピンポーン、バレたか。液体スープ入れます。茶色だ、よし、入れました。じゃあお湯ちゃんをお願いします。待って、こっちで入れるわ。ヒエさん眠そう、眠たい、うっちゃん。めっちゃ遊んじゃった。カップラーメンで卵スープですね、ふわふわ卵のスープです。ムックさんおはよう、あやさん、あ、おボタン書いたよ、あ、ほんとだ、はい、ベレー帽ちゃんだ、お、Thank you。 じゃあちょっと待ちたいと思います。何分だ、作り方書いてないんだよね。3分ぐらい、3分ぐらい待ちましょうか。じゃあ今9分だから、じゃあ12分ぐらい、3分、12分ぐらいになったら教えてください。3分待ちます。カップラーメンですか。2人揃うとやっぱり最強、ナコミクの次はアリノンだ、ありがとうございます、イエーイ。じゃんけん大会頑張るじゃん、予選か、肩が怖い、ラメマさん刺すぞ、構えちゃうぞ。ストローでも飲むと熱い。ストローじゃないの。おはよう、おはよう。でも待ち受けにしてやったぜ。ピンパイナンポワイルドに。どういうこと、どういうこと、なんだけど、ちょっと皆さんおはよう。ロック、ニック、今日はポリスです。みんなを捕まえにやってきました。ポリス、交通違反してるのは誰だい。
マリナさん、久しぶり、ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、握手会行きたいよ、ヌンヌンさん、来てくださいよ東京ですよ、今日は、うんうん、スープって待たなくてはよくない？あれ、嘘、確かに、じゃあもう食べちゃう、確かにそれは思ったそれは思ったあ、よけじさん、アリノスケに行くか、のんちゃんに行くか迷うって、どっちも来るよね、そりゃそりゃどっちもに決まってるアリちゃんが捕まらないように逆に逆にもうなんで捕まらないよ逆にいいじゃん。じゃちょっと少し待ったので、もうもういいでしょう、ほぐしてみる、ちょっと見てみましょう。あ、いいじゃん、いいじゃん。多分春雨は春雨を待たんといけんけ時間あるんだけど、これはもういいんだ。そっか、幕張ですよ、今日は幕張、千葉県の幕張です。そうそうそう、アリちゃんレンジ捕まる、大人大量です、大量。あ、イエーイ、美味しそう。いいよ、よく混ぜました。はい、あ、おちょちゃんメイク配信だった。へえ、うんうん。じゃあ、アリさんから食べてみたいと思います。いくじゃん、よく混ぜて、いただきます。どう、あく、うん、質素な朝食だって失礼なうん、美味しい、卵の味で美味しいです。卵も食べる、食べてみ、卵食べたいよねそう、朝はねヘルシーにしないとおはようか、とちんさん、うちマスター50カップスープありがとう。ヤマビーさん、はじめまして、アリノンです。よかったらルームフォローしてね。暑い猫舌すぎだろ。いやいやいや、暑くない、飲んでみ、なんか暑くないと思ってこのままガブっていってちょっと暑かった。まずはほうれん草、あ、やけどした、ちょっと待っててください。ぴょーん、うん、ぴょーん、うん、早く食べないと冷める。確かにめっちゃ熱々、美味しい。ぴょーん、うん、チェチェさん、おはよう、チェチェさん、おはよう、あ、ドジッコダンスドジッコダンス、ちょっと熱いっけ、外部で、外部でお茶飲む、全部食べちゃう、全部食べよっか暑い、朝はそれだけ、そうだね、朝はこれで、ノーさんの分もあるの、そうそうそう、それを食べたいと、食べまーす。決めた、2人とも恋前までしか行かない、なんという中途半端な、恋前だとあ、だいぶだいぶぬるい、おいしいぞ、カセ、うん、昼はラーメンとカツ丼っていっぱいあるやんね、めっちゃガッツリ食べるアリンコちゃん、今日は行けないけど12、13、朝から行くから、お、体調となって3日間乗り切れるよ、ありがとうございます。マッシーさん、マッシーさん、お待ちしております、ありがとう、おいしい、あ、そうですね、今日は 1,3,5,7 部です、みんなキスですよ、遊びに来てね、赤ちゃんが2人いるって、クロリーズさん何を言っておる赤ちゃんはアリちゃんでしょ、なんでえ、朝からオチョが寝起きドッキリ大成功、嘘嘘、いいの、どういう寝起きなの、うん、知りたい面白そうパンダは食べちゃダメだってなんでパンダ、パンダかわいそうじゃないですかですね、
お、ラーメンマンさんメンバーのモノマネできる？アリサもハルルンのモノマネできるようになったよね。でも真後ろにハルルンおってちょっと焦ってる、ね、そうそうそう新幹線やりよったらね、後ろの席がハルルンだったっていうね。あ、ケータリング超楽しみやね。ね、おいしい。これ中途半端でゆきじさん、イエイイエイ。お、3日間行きますよ、たちゃさん。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。イエイ、ありがとう。あ、ココアの寝起きだって。なるほどなるほど。あ、そっか、糖質か、あの二人。ほんまやね、年取ったパンダがいる。年取ったパンダが、嬉しい。上野から連れてきたのかな。おいしい。コトクじゃね。あ、コトクでしょだ。コタくん。コタくんに会いたいよ。うん。ケータリングなんだろうね。春雨できた。これ春雨じゃなかったです。おスープ、ぬいぐるみ持ってきたの。お子ちゃまだなって。違います。そう、お子ちゃまなんだよ。握手したくないですか、デカおじぱんと。おじぱんがいないと寝れないらしいです。いやいやいや、子供だな。いやいや、昨日アリちゃんね、あのおじぱんね、抱いて寝てたんですよ。なんか、だって飛んできたから、アリちゃんの方が先に寝たんですよ。ここ寝てたらアリちゃんがめっちゃ聞こえるので、だから寝た、もう寝たと思って、早くないと思って、でちょっといろいろ音を立ててみたんですよ。でも起きなくて、そのまま放置してた。だってパンダが飛んできたの。コタちゃんの握手会いつですか。アリちゃん行きたいです。どうしよう、めっちゃ人並んだら。お、ハゲ取る。シンプルなコメントです。シンプルすぎるでしょ。ハゲてます。痛ってシンプルなの来た。お、アリノスケ逮捕してくれ。お、ヨケジさん逮捕しに行きますよ。昨日逮捕されました、モンちゃん。そう、レイモに来てもらわないと。手錠も準備 OK なんだね、みんな。手錠かけられた、うん、本当はタラコおにぎりがあるんですけど。誰がハゲだ、これ。褒められちゃった。おじぱんのことだよ。本当はタラコおにぎりもあるんですけどね。そう、本当に昨日ね、夜にちょっと危険なものを食べてしまったので、二人で夜中に、超夜中に、ど深夜に食べてしまったので、ど深夜なので、あの予定ではたらこおにぎりを食べると決めてたんですけど、やめました。アイスかな、アイスも。ちょっとアイスは食べました。アイスは、アイスといえば、せーの、ココちゃんにアイスを買ってもらいました。そう、言ってねという命令があったので言ってきます。ココちゃんにアイスを買ってもらいました。本当に買ってもらったんですよ。そう、ココちゃんにアイス持ってたら買ってあげるよーってね。うん、やった。危険なものとはだって。危険なものとはですね、ね、チョコが乗ったパイみたいなパンですね。もう結構ちょっと菓子パンという、そう、カロリーがちょっと高そうな。でも半分こしたんですよ、まだ。そう、まだね、まだ半分。お、コークちゃん優しい、優しいです。ね、いきなりね、買ってくれるということでね。そう、お手手出したので何かなと思って握手したらね、あいそう、おごってくれました。チョコミント氷なかったね。チョコミント氷、チョコミント氷っておいしい。分からん。食べたことない。昨日のちゃんはコウコちゃんにアイスを買ってもらったということで、セブンのプレミアムソフトを食べました。そうそう。アリさんはキャラメルの、なんだあれは、アイスですね。キャラメルじゃなくて、キャラメルなんとか、
プレミアムバーみたいなね。お、新進丸さん初見です。いらっしゃい、ありがとうございます。アリノンです。よかったらルームフォローお願いします。どうせならハーゲンダッツにすればよかったってね。そうそうそう、ハーゲンダッツあったんよ。あったんですよ、ハーゲンダッツ。そう、ビスケットで挟むやつあったよ。あー、ありがとう、前で食べたやつ。ココちゃんがアリノンそんなに食べないでだって。なんちゃん贅沢言うな。初見じゃないラーメンマンさん。ラーメンマン今日も可愛い。アリノおはようございます。富澤先生おはようございます。でも昨日夜ご飯そんな食べてないんですよね。うん、 STU はローソンでしょ。ローソンがなかったのね。なかったんですよね。イエイ。あー、おにぎり食べたい。今日の朝のケータリングね、我慢するね。我慢して、それのんちゃんが手出そうとか、うわーやらないとダメだ。お互いね、やらないと止まらない。ハーゲンダッツで二人ともお嬢様やな。いや、全然食べないんですよ。若菜さん、はじめまして、見に来てくださりありがとうございます。他の同い年のメンバーは？マイハさんです。マイハさん、アリノンは食べ盛り。そうなんですよね。今食べないと身長伸びないっていう、このはい、起きしたよ、アリノン。おはよう、おさかティーさん。おはよう、おさかティーさん。おはよう。今日は6時からだったんだけど、みんな起きれたかな。久しぶりな気がする。のんちゃん、今日何人しばく？怖いぞ怖いぞ。そんな皆さんが思ってるようにしばきませんからね。怖いぞ、何人しばく？何人しばくって。何人しばく？怖いぞ。怖い怖い。チャカチャカチャン、チャカチャカチャン。今日は一人一人連打の二人三人で一人連打の、今日は一人一人連です。怖くです。個人個別握手会です。アリちゃんしかしばけんのよね。他のメンバーにしばいちゃうと怖い怖い。しばき返されそうな気がしてくる。怖い。でアリちゃんだけひどくない？結構しばかないで。超さあのもう本当にわーってなっていくんじゃん。もう全然抵抗せんのんじゃもん。しばかれるんですよ。美味しい。あ、山ちゃん、おはー、山ちゃん。のんちゃん番長。そう、でもこう見てもね、アリサの方がちょっとリーダーになってしまったんですけどね。そうそう、じゃんけんでね。アリサしかしばけない。そう、衣装を考えるリーダーでございます。リーダーをしばけるか、リーダーをしばくとかありえないぞ。そう、じゃんけん予備選ということでね、しばきすと身体なのか。いい名前だ。プロフェッショナルみたいな。いい名前だ。そういうニュアンスでいきますか。おはよう、ニコニーさん。しばきトゲが刺そうだよ。トゲが刺さる。チクチク。なんじゃ、ちょっと今日はやめときます。じゃあ今日はちょっとアリちゃんしばくのやめときます。首が星が見える。じゃじゃん、じゃじゃん、星でございます。星でございます。かぶったし同じじゃないか。あ、神棚にも、いや、神棚ないね、ごめんね、神棚。コアラさん、初見コアラさん、グッドモーニング、いらっしゃい。よかったらルームフォローお待ちしてます。何歳ですか？12歳です。12歳じゃない、13歳です。私、お姉さんでございます。いや、アリさんもあと何ヶ月だ、あと1ヶ月もないうちに12歳です。そう、皆さん、何をあげましたらいいでしょうか、アリちゃんに。はい、マリーナは年上。うん、はい、最後3。うん、オッケー、完食です。おいしい。あ、ゆいもタンプレ披露してる。そう、恥ずかしい。ゆいもがタンプレ披露。うん、アリちゃんも、うん、あ、リンリンさん覚えてますよ。リンリンさん当たってます。の
ンさんお姉さんであることを主張そうですよお姉さんの6時半からのんちゃん部屋に行ってもいいかな。お、6時半から来てください皆さん。あとこのまま引き続き来てくださいねね、次はのんさん部屋でもう一つ朝ごはんがあるので、そう、もう一つは、ね、のんちゃんセレクトのね朝ごはんなので何か予想していってくださいね。ね、次は何食べましょうかお、じゃあキャッチフレーズでも行きます。覚えてもらってたけど、のんちゃんにも覚えてもらってたから嬉しい。お、リンリーさん、リンリーさん、ありがとうございます、うん、了解です。つけ麺かだって、うん、どうでしょうか。でも、そういう系縁側に違うの縁側ニュースが違うぞ違うな。じゃあキャッチフレーズ行きましょうか。じゃあ行きます。アリちゃんシンデレラ、アリアリウケるよね、かわいい。じゃあ行きます。はい、瀬戸内の何咲く花は何だね、なんだここだった、なんだ上手だな。あ、なんでいいよ偽物の人に面白い。あ、のんちゃん、イエーイ。お、偽物の人にはい、中学1年生アリちゃんこと峰吉アリサです。今日の握手会大義なんか言わせんよ忙しく頑張るけん、みんな応援よろしくお願いします。大義って広島弁なんよね。そうだっけ。あんな便利な言葉をあんな便利な言葉を使えないなんてコラボキャッチフレーズじゃあいきますよ。瀬戸内の何咲く花は何のね、のんちゃん。はい、のんちゃんこと新田の中です、よろしくお願いします。イエーイ。そういえばね、このショールームじゃ見えないな。さっきここ蚊に噛まれてた、蚊に噛まれてた。お顔だぞ、かゆい。おはようございます、おはようございます。シバキスト、シバキストキャッチフレーズミックスでした。あと3分だ、あと3分。お、じゃあランキング読みましょうか。ランキング読みましょう。なんて2人合わせてアリノンで、あ、じゃあアリノンのキャッチフレーズをやりましょうかあれまだ正式に決まってないんですよね。ね、でもアリノンでいきましょう。一斉なね、アリちゃんです。待ってよ、ね、よアリちゃんです。ノンちゃんです。アリ合わせて、あ、ちょっと、まあ、2人合わせてアリノン、ママノン、アリノンです。よろしくお願いしますあ、かいつそう、めっちゃここにポツンってのんちゃんは無傷でございます。蚊にかったで、そう、蚊取り線香がね、あったのに。もうのんちゃん、のんたん、のんさん、誰が正しいのんちゃんですねいろいろ気持ちが出てるんですけど、ありがとう。じゃんけん頑張りますよ、イエーイ。ということでランキング、ここさ、のんちゃん、アリノンのキャッチフレーズさ、あの、うん、応援、あの、この方たちが、この方たちが、見てる方たちが言うさ、うん、あの、あれ、場面ないよね。確かに。どうする、どこ呼ぶ、自分たちだけで、アリノン自分たちはどんどん進めていってるよね。お前ね、考えんといけんわ。じゃあ、13位、東西南北ニコニコさん、ありがとう。ありがとうございます。12位カツカツさん、ありがとう。いや、なんちゃんのじゃ。11位はヒデさん、ありがとう10位はなるひさん、ありがとう。なんちゃんのお礼の仕方ですねアリちゃんのお礼の仕方は、じゃあ次ね、9位はあやさん、ありがとう。 ありがとうかありがとう次は8位は博多のジェラトーニさん、ありがとう7位はカトチンさん、ありがとう6位はキズダックさん、ありがとう。次だったね、オッケー。5位はヨッキュンさん、ありがとう4位はマサさん、ありがとうどっちマサ止まっとった3位はフクさん、
ありがとう。2位はチャチャさん、ありがとう。そして1位はラリーさん、ありがとう。ありがとう、アリちゃん。ありがとう。アリちゃん版はありがとう。アリちゃん版受けるよね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ということで混ぜるとせーのありがとう。完全アリちゃんじゃん。誰の言ってんだ。のんちゃん配信は、おあわーこーちゃん今日30分になった。ありがとう。お、じゃあ30分になりました。じゃあ次のんちゃん準備しますので、次はのんちゃんの方へ来てください。アリの朝食配信第2弾待ってるぞ。待ってます。じゃあね、握手会会場で待ってます。みんなは捕まえにやってきました。バイバーイ。またね、握手会会場で会いに来てね。バイバーイ。